こんにちは、 CSBA の中島志郎です。今日はですね、流星とヒロトと、バンクーバーに来まして、これからポタリング、今日はのんびりとあのバンクーバーの海沿いを散策したいと思います。ずっとライオンズゲートを上渡って、それでスタンレーパークの方に行って、それでは海沿いを渡って、ちょっと流星たちにバンクーバーのいいところをご案内したいと思います。お願いします。よろしいでしょうか。はい、それではバンクーバーのご紹介をしていきたいと思いますので、楽しみにしてください。じゃあ行こっか。 OK、 ましょう。街の方に入っていきたいと思います。ライオンズゲートブリッジはギネスブックのギネスさんが自分で作った橋なんですね。ギネスブックのギネスさんはこのウエストバンクーバーの上の方にあるブリティッシュプロパティに住んでいました。で、この橋は今3車線なんですけれども、真ん中の車線は時間帯によって町に行く方と町から帰ってくる方と2つが交互に使うようにしています。この橋は確か 1500m ぐらいあったと思うんですが、世界のどんな大きな船でも通れるように高さを設計してありまして、以前空母なんかも配置したことがあります。ちょっと交通量が多いんですけれども、これからライオンズゲートブリッジを渡っていきたいと思います。結構こうやって走っていくと非常に高さがあるので、ちょっと怖い感じがしますね。止まっている船はライオンズゲートをくぐって港に入ってくると、港に入ってくると、費用はかかってしまうので、そこに止めて、それで小さい船で船員が町の方に入ってきているわけです。バンクーバーのロードバイキングも結構人気があって、ウィスラーのようにガンガン走るわけじゃないんですけれども、いろんなお店を回ってお昼を食べたり、ビーチで休んだり、そういったことをして、その後はノースバンクーバー、ウエストバンクーバーの山の中にあるコースの中をしっかり走りに行く、そういったスタイルが多いようです。ここに見える信号、今こちらから行く方が赤が2つなってるんで1車線だけで、町から来る方が2車線使ってるわけです。で、この橋の上にしっかりカメラがついていまして、橋の両端にスタッフが待機していて、で、橋を渡ったところにオフィスがあるんですけど、そこのオフィスでこの混み具合を確認して、混んできたら反対側の方を2車線使うという形になっています。今はもうピークを過ぎまして少し下りに入りました。以前この橋から日本人のワーキングホリデーの方が写真撮影をしていて、思ったことがあるんですよね。助かったから良かったけど、下の方に見えるのが、これがスタンレーパークの公園です。ちょっと今日この中をゆっくり走ってみたいと思います。どう、流星、
これがライオンズゲートブリッジを下から見た感じですね。ギフトポイントというビューポイントですね。ここはね、アライグマが結構出るんですよ。観光客の人がアライグマに餌をあげてしまうことがあるんで、餌あげないようにっていうふうに書いてある。この橋を境にこっちがウエストバンクーバーで、あそこの上の方にあるずっと住宅街がブリティッシュプロパティっていう高級住宅街で、ギネスブックのギネスさんはあそこに住んでる。あの上がライオンズヘッドっていう山、2つこう耳みたいな、それでライオンズゲート。これが落雷でね、落雷で割れた木なんだよね。ほら、写真撮ろうか。ここもおお。あれいいね。ここで夏は花火大会の海の上にドーンってステージができて、そこから火が上がる、花火が上がる。ここはイングリッシュベイっていうビーチ、海入ってる人いる。なんで？結構人いるな。結構人いるね。食べるホットドッグ。食べたいですね。これぞポタリング。
疲れ様でした。今日のポタリング終了です。ということで今日はバンクーバーのウエストバンクーバーからライオンズゲートブリッジを渡ってイングリッシュベイダウンタウン通ってスタンレーパークとって帰ってきました。はい、こういったポタリングもバンクーバー楽しいです。ロードバイクのポタリングもちょっとたまには入れたいと思います。はい、トレーニングばっかりじゃなくて、そうだね、トレーニングばっかりじゃなくポタリングも入れたいと思います。それではさよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。